広島県警とサンフレッチェ広島からのお願いです。サンフレッチェ広島 CRM の森崎和之です。僕と広島県警からのお願いです。鍵は防犯の基本です。ちょっとくらいそんな心の隙が狙われています。家、車、自転車、鍵の3本の矢で盗難被害を防ぎましょう。広島県警とサンフレッチェ広島からのお願いです。サンフレッチェ広島アンバサダーの森崎浩二です。僕と広島県警からのお願いです。歩行者の皆さん、夜間道路を歩くときは反射材や LED ライトを身につけましょう。反射材やライトはあなたを交通事故から守ってくれるディフェンダーです。広島県警とサンフレッチェ広島からのお願いです。サンフレッチェ広島 CRM の森崎和之です。アンバサダーの森崎浩二です。僕たちと広島県警からのお願いです。皆さん、自転車に鍵はかけていますか？鍵は防犯の基本です。鍵は僕たちと同じツインでお願いします。車を運転する皆さん、夕方は早めのライト点灯をお願いします。そして歩行者がいる横断歩道の前では必ず止まりましょう。止まらないあなた、レッドカードです。日頃からみんなで気をつけましょう。